はい、こんにちは。情報を担当します。岩崎です。よろしくお願いします。さて、今回はですね、こちら09番になります。情報のデジタル化と二進法。来ましたよ。ちょっと数学が苦手な人は、うわって思うかもしれないけど、ここで、ね、ここを乗り越えれば、なんとかなりますから。一緒に頑張ろう。いいですかここから、デジタル、デジタル、デジタルって言葉が出てきますからね。はい、畳みかけていきましょう。それでは、早速今日のテーマです。 はい、こちらですね。全部で4つですね。アナログとデジタル。そしてデジタル化の利点と欠点。そしてここから、計算ですよ。数のデジタル表現。そして二進法の計算と参ります。はい、それではまずアナログとデジタルって何なんだろうってところから話をスタートします。はい、アナログとデジタルってことで、連続量と離散量というのが、このアナログとデジタルという言葉に対応します。まずこの連続量、これ何なのかっていうと、 長さや質量、温度、時間、角度などのように厳密に測ればいくらでも細かく測れる連続的に変化する量を連続量。これをアナログ量と言います。要は連続がアナログです。アナログ量で表現することをアナログ。アナログで表された情報をアナログ情報と言います。自然界で測定される量のほとんどはアナログ情報です。ちょっと対比でこちらに行きますね。離散量を一歩。 物の数のように、とびとびの値しか取らないような量を、離散量、これをデジタル量と言います。デジタル量で表現することをデジタル。デジタルで表された情報をデジタル情報と言います。デジタルでは、とびとびの値をそのまま数値や記号で表すことができます。まあ、例えて言うなら、時計あるでしょ。アナログ時計とデジタル時計ってあるじゃない。アナログ時計10時10分ですってなったら、 連続して,て動いてきますよね。秒針なんかもう目に見えて動いてくじゃん。連続して。ところが、デジタル時計とか言ったら、10時10分23秒とか、パチン、パチン、パチンって離散していきますよね。はい。こういうのをアナログデジタル連続離散と言います。はい。こちらに体温計も見てみましょう。こちらですね。水銀体温計ですね。えー、これは連続量。 それに対して離散量です。これ37.5度ちょっとちっちゃいんですけどね、今出てるんですけど、まあもっと細かくしようと思えば細かくできますけれども、やっぱり飛び飛びの値なので、こちらほど細かなデータではなくなってくるというところもポイントになります。で、ちょっとね、数学の話、ちょっとだけ。はい、数学の場合に例としてね、集合っていうのを数 1A で習うんですよね。はい、そこで、例えばこういう集合と、 こういう集合があった時を考えてみましょう。例えばちょっと先にこっち行こうかな。n。n は1桁の素数。素数っていうのは1とその数以外に約数を持たないものです。その要素は2とか、3とか、5とか、7。あ、この4個しかないですね。飛び飛びだ。一方、こちら、x は実数値ですよ。実数っていうのは数直線上です。 で、0以上2以下ですよって言われたら、0以上2以下の間、びっしり数が詰まっています。びっしり連続して数が詰まっている。というのを数学でも同じように扱ってますので、この辺の意識もするといいかなと思います。ちょっと数学苦手だっていう人も、まあ、このぐらいだったらいいかな。はい、というわけで、アナログとデジタルについて紹介しました。連続量がアナログ、理算量がデジタルです。では、2つ目のタイトル参ります。 はい。デジタル化の利点と欠点を4つずつ出してみたいと思います。で、今、ちょっと体温計のところでも言ったけれども、連続って繋がってるのに対して、飛び飛びの値を取ってるので、まあ、ちょっと中身というかデータが荒くなるってところがある一方で、扱いが便利だっていう側面もあるじゃないデジタルには。なので、その辺を踏まえて4つまいります。デジタル化の利点です。まず1つ目。情報が失われにくいですね。 アナログ情報はその信号が劣化やノイズによる変形を受けやすいがデジタル情報はその信号があるかないかだけが分かればよいので変形を受けても情報を再現することができ情報が失われにくくなります。そのまま二つ目に参りましょう。はい。情報の記録や通信がしやすい。そう。アナログ情報は文字、音声、画像などの情報の種類によってそれぞれ適切な記録方法や記録する媒体が異なります。そうですね。 用意される媒体違うんだけども、デジタル情報は数値として統一的に表すことができるので、情報の種類によらず様々な媒体に記録したりネットワークを介して通信することができる。スマートフォンに載せることもできれば、パソコンに載せることも、タブレットに載せることもできますよね。はい。というあたり、あと3四ありますけどね。はい、参りましょう。情報の統合がしやすい。デジタル情報というのは、文字とか音声とか画像などね、 いろいろあります。この異なる情報を組み合わせることができるんですね。いわゆる編集、加工ができるというわけです。最後4つ目です。ちょっと統合とは似てるんですが、情報の処理がしやすい。まあ、統合したものをさらに処理できるよ。デジタル情報はコンピューターで様々な処理を行うことができます。アナログ情報の処理には専用の装置が必要ということですね。はい。以上4つがデジタルの利点になります。はい。一方、欠点ですね。 はい。行ってみましょう。さっき言ったけど、ちょっと情報が荒くなることもあるということなんですね。参りましょう。微妙な情報が失われる。ほらね。AD 変換というのは、アナログデジタル変換の、これ標本化とか量子化っていうのは、これのね、1、0のところで出てくるんですけども、まあデータがね、なんか例えば、ふーんってあった時に、これをね、データをパン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 、縦に切っていく。 データを細かく、飛び飛びの値で切っていくのを標本化で、これをどのぐらいの数値だって量をね、調べていくのを量子化って言うんですけど、まあ、デジタル変換するときに、そうやって細かく切っていくときに、微妙な情報が失われるため、人間が利用できるようアナログデータに戻す際に誤差が生じる。一回デジタルで情報を作るんだけど、耳に戻すには、やっぱりデジタルからアナログにね、戻すということが行われます。その際に、 ちょっとなんか音質悪いな、みたいなね。音の話で言えば。そんなことが起こったりするということですね。じゃあ二つ目行きましょう。はい。これ、意外だね。こちらとあまり違う感じがしますが、著作者の権利が侵害される。そう。複製や伝達をしても情報が劣化しない。これが大事ですね。はい。自由に扱えるんだもん。ねなので、音楽や映像作品などの著作物の複製や伝達が繰り返され、 著作者の知らないところで多くの人に行き分かってしまう。その結果、著作者の権利が侵害されることが起こりやすい。よくね、レコードを擦り切れるまで聞いたよ。なんて言うけど、CD を擦り切れるまで聞いたよ。まあ言う人もいるけど、はい、デジタル情報は擦り切れないので、はい、いくらでもいろんな人に渡っちゃいますと。こういうわけです。では3個目行きましょう。情報が流出。うん、完全に繋がってますけれども、大きなデータを小さな記録メディアに保存。そう、さらに小さくできるので、 簡単に飛ばせるってことですね。通信回線を共有したりできるため、情報が流出しやすい。さらに流出した情報を回収したり、削除することが難しい。そうでしたね。これ情報の特性にもあった通り、削除することが難しいわけです。では最後、4個目に行きましょう。はい、データ量が膨大になる。そう。 ね、どん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 デジタル化するのにあたって、さっき荒くなると言ったけども、細かくすれば細かくするほどいいものが作れるじゃない。今、ハイクオリティのものが昔よりより作れるようになって、どん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 綺麗に美しくなっていく。そうすると、もちろんデータ量が膨大になっていくわけですよね。みんなそれを望んでるから。はい、コンピューターの性能や記録メディアの容量の増加、通信の高速化などにより、大きなデータが簡単に扱えるようになり、それに伴って、 データ量も膨大になっているという、こういった欠点もあるということで、デジタル化というものについてね、両面でちゃんと見ていけるようになりましょうというのが、この2番のタイトルになります。では行こうか。3番目です。もう次行きますよ。はい、視聴お疲れ様でした。今日の内容は理解できたかなそう、情報は覚えることもすごく多いんだけれども、実生活に直結した興味深い内容ですよね。 新しい科目でもあります。しっかりと一緒に頑張っていきましょう。また次の動画でお会いしましょう。